皆さんこんにちは、メディアウォッチャーの笠子と申します。今ネットで大人気の目玉グミをなんと手に入れました。地球グミはちゃんとですね、店に並んで手に入れたんですけれども、目玉グミは入手ができずですね、アマゾンで危なくですね、目玉グミと地球グミのセットを約3000円で買いましたということで、でこのね目玉グミやばいです。ちょっと地球本当に目玉グミです。これやばくないですか。これそしてこれまずそうじゃないですかね。ちょっとこれもそしてパカッて開けるみたいなんですけど、なんか地球グミよりなんかちょっと変、なんかあーなんでこれベトベトしてるこれ、なんかねすっごいベト、なんかぷにょぷにょなんですよ。これ食べるのなんかどうか、あでもねいい匂いしますね。ちょっと食べてみます。あ、血が出てきた。まずくはないですね。まずくはないですけど、まあ面白いですよね。面白いですけど、だから何なんだって。これ、並んでまで買ってる人もいて、並んででも買えないから僕みたいにアマゾンでやむなく3000円も出して買うものなのか。で、なぜかですね、中国版なせいかですね、このメガネがついていて、これどうやって遊ぶのかわかんないですけど、まあ、こういう風にして、なんか、これでもちゃんとね、はまらないんですよね。まあ、そんなわけで皆さん、目玉食いちょっとね、もう地球組より面白いかもしれないですけど、なかなか手に入らない方は、アマゾン、あ、でもね、アマゾンで地球組目玉組セットを昨日頼んだら3日後とかになってるのに、もう翌日届いたんですよ。だから結構ね、すごいなと思ってますけど、ぜひ、興味のある方は、目玉グミ買ってみてください。よろしくお願いします。